き、はいえー、今日は7月2日、朝5時20分になりますけれども、昨日体カルダのエイダの放送しましたよね、で、今日はあそこから比べると、コンマ8円ぐらい上がってます、8.9%増ということなんですけれども、9.81円ですね、ご覧いただけるように、もう10円が目前になりましたよね、でえー、グラフの方はこういうふうな形でチャート、ぐぐ,ぐっと上がっております。えーまあ、折しもね私がカルダの,枝の 放送7月1日にまあ、昨日ですよね再開したわけですけどもやっぱりいい時期に放送しましたよね昨日仕込んだ方は早速含み益が上がっているということでございます、えー、7日間のグラフにしてみるとこんな感じですよね最近なかった上げ幅ですまあ、一時期10円を突破したという動きもありますけどもそこで利確が今入っているところかなというところですね で14日間グラフを見てみると、やっぱりこの2週間の中でも際立って突出したところがあるなというところですね。これなんでこういうことが起きるのかっていうと、まあ、私が放送したからね、買う人が増えたっていうのは、まあ、そんなにたくさんはいないと思うんですけども、7月1日にカルダノの次期大型アップグレード、シェリーですね、これメインネットでノード稼働をしているということです。暗号通貨のカルダノエーダーなんですけども、これからのね、 やっぱこう新暗号通貨時代っていうのはこのカルダノを中心に考えられると私は思っています、まあ、以前まではねビットコインっていうものが主流でそれからアルトコインという流れだったんですけどもビットコインでできないことっていうのがまあただあるわけなんですよねでそれをカバーするために日々開発研究されているのがカルダノエーダなんですよということでビットコインは暗号通貨というものを こう認識ささせせるるたたためめ普及にに役に立ちましたでも実際に使われるのってのはこういうふうなカルダノになっていくんじゃないかなと思ってるのはまあ以前と変わらないところです XRP とかねえーイーサリアムっていうのもなかなか魅力的ではあるんですけども総合的なバランスが取れているものとあとはこの先100年使っていこうとする場合にまあ通貨っていうのはねち,ょこちょこちょこちょこ入れ替わってもしょうがないもんで安定通貨であり一定のインフレが起きるものとして A だというものがね 注目されるのかなと思いますこの辺はねものすごく複雑で難しくなってくるんで、もう今までのね私の過去の放送たくさん総集編にしなければならないんですけども、簡単に言うとおそういうことになります。そういうことってどういうことかっていうと、ビットコインにとって変わる通貨、カルダのということですね。あらゆる場面で使えるやつなんですよ。で、えー、このね 仮想通貨、暗号通貨、カルダノの次期大型アップグレード、シェリーについて開発における最新の進捗状況が発表されたのが昨日だったんですよね。まあ、ですので、やっぱり値上がりのタイミングでもあったかなと発表時点でシェリーのメインネットに濃度を立てる作業を進めているということなので、えー、ますます、ね、期待できるかなと思います。ここのシェリーー期大型アップグレードこれが完成すするとですねまた価格も ぐんんとと上がるなないかなと思いか思ます、まあ、少なくとも10円を割っているってこともないですから、まあ、十数円とかね、20円とか、ああいうふうな形に推移するのかなと思います。とにかく今後、注目の通貨、今まで以上に注目される通貨になると思います。もうこれ単純に、ね、暗号通貨で儲けるとか儲けないっていう世界ではないですからね、これもずっと申し上げていきましたけども。はいでは本日は以上です。